中国が台湾の約15倍、西太平洋だけで見ればもうすでに中国の軍事力が米軍を大きく上回っているという状況です。日台共融晚会今年为第19届，共有150多人参加。与会者特别强调了台海和平对日本以及国际社会的重要性，明确指出了中共的军事扩张带来的威胁。高市早苗在演讲中提到，要时刻警惕中共正在打造的近代化军事强国。中国は2035年までには、軍隊の近代化を目指します。2050年頃までには世界一流の軍隊の建設を目指しているというものでございます。つまり中国のこの軍事力強化がここ数年の一過性のものではない、もう今後30年を見据えた非常にこの長大な計画に基づいたものだということは。针对如何应对台海危机，政治运动家、政治评论家金美玲女士表示，现在的日本处在很重要的位置。日台がきちっと共感されて、あの横暴な中華人民共和国に対応しないと、それからこの小さな小さな台湾が中華人民共和国の出口を塞ぎ、太平洋に出口を塞ぎ。评论家、政治活动家林建良在演讲中呼吁，希望日台强化军事合作，共同抵御中共的武力威胁。为了应对台海危机，高市早苗最后建议，日美应尽早制定共同作战计划，并尽快构筑包括台湾在内的多国间联合体制。新唐人日本记者站报道。